邪魔。一丁やるか。8月30日から7つの題材コラボが始まったよ。スタンプの1枚目の番を紹介。3コスやり武力9、1力2で、特技はカツカツカツ。今回の調整で、特技復活が、マイナス3秒から4秒になり。復活秒数は、素で18秒。三国志大戦の猛核みたいな感じよね。闇平野から壁として投げやすいし、冷血の皇后のシステムとも相性が良く。かつ3と引き換えに、スペックが壊滅的やった猛核と違い。3コス武力9はごく普通の数値。英傑は敵場まで行けば接触ダメで自主撤退できるのの噛み合い、使い勝手は良好。ついでに言うと、投稿者はキャラには隙あらばいちゃついてほしいので、ワンとエレインの関係性好きです。アニメはまだ完結してないので、ネタバレ防止に深くは語らぬ。頭がパーンしてもすぐに再生されるキャラ性を再現した面白い特技構成。個人的には奪う能力も欲しかったけど、原作再現にこだわりすぎて、デーブンなごとに登録されてはいけないので仕方なし。今回の動画は、特技、計略ともに生きた2試合目。計略が大きな活躍を挙げた2試合目になるよ。調整が何か。おいおい、マジかよ。残り68カウントでに撤退して、イノコのカードくらいやと思うわ。こんな感じに自主撤退しても、相手が攻め上がる時には復活しとるから。素で復活短縮計略を使ってるかのような独自の使い方ができて楽しい一枚。俺は不死身だ。任せな。もう心の声は、俺が許可する。不穏分子を排除せよ。まだ死ねな。認められぬ。目が流派発動。三の型調整が何か。流派発動。三の型今に全ての勝利が俺たちに微笑む。天気解放。任せな。じゃあ遠慮なく一発ぶち込ませてもらうぜ。寝てないとダメか？
まだ死ねな。目が。マジかよ。もう心残りはない。俺は不死身だ。今度は俺らの番だ。流派発動。一の方、俺が許可する不穏分子を排除せよ。調整が何か。流派発動。身の方、俺オーバーソウル百個。今回は2試合やるよ。こんな感じで武器場に投げて撤退させることで、3個末から攻め込んだ分だけ高ゲージに稼げるよ。どんな苦難があろうとも俺は不死身だ。てめえ強えな。レオ、行きますよ、ヨウさん。もう心残りはない。覚悟が足りないか。俺は不死身だ。流派発動。一の方、俺は受かせ一刀流行。
遠慮なく一発ぶち込ませてもらうぜ。覚悟が足りないか。てめえ、つれだ。流派発動。三の肩。我が一戦を合図に陣を展開。流派発動。三の肩。もう心残りはない。マジかよ。俺は不死身だ。調整が何か。オーバーソウル百個。葵の門に誓おう。天下太平の礎となることを。我が一戦を合図に陣を展開。おいおい、マジかよ。一刀流行。俺は不死身だ。天気解放。なんとかなるって。じゃあ遠慮なく一発ぶち込ませてもらうぜ。覚悟が足りない。天気解放。命の惜しくない奴はやり合おうぜ。二の肩。どんな苦難があろうとも。おいおい、マジかよ。ご視聴ありがとうございました。